レナの部屋。はあ、疲れた。ただいま。今日はほんと最悪。あのクライアント何なの？こっちが下手に出れば無理な要求して。課長も課長よ。その後始末を全部私に押し付けるんだから。ちょっと光一いないの？あ、リサ、お帰り。お帰りじゃないわよ。なんで出迎えに来ないのよ。ごめん、ちょっと動けなくて。コロナにかかったからってメールしたと思うんだけど。はあ？嘘でしょ？そんな大事なこと電話で言いなさいよ。ごめん、いつも電話するなって言われてたから。ああ、もうどうしてくれるのよ。あんたがコロナだったら私は濃厚接触者で会社を休まなくちゃいけないじゃない。明日の仕事はどうするの？あのクライアントとの打ち合わせもあるし、何より今昇進がかかっている大事な時期なのよ。一体どうしてくれるの？大体なんでコロナにかかったわけ？高一は短時間のバイトと家で家事してるだけじゃない。私みたいに外回りしてるわけじゃないでしょ。本当意味わかんない。本当にごめん。リサに迷惑かけた俺が悪いのはわかってる。でも昔はこんな関係じゃなかったのに。美味しい。毎日高一のご飯が待ってると思うと仕事も頑張れるのよね。リサの笑顔のためならもっと美味しいもの作れるように頑張るよ。じゃあ明日のメニューリクエストしていい？もちろん。やった、高一大好き。毎日が幸せでリサともラブラブだった。しかしいつの頃からかリサの態度が変わってきて、俺たちには距離ができていた。ごめんじゃないわよ。隔離生活なんてご飯はどうするのよ。毎日冷食や宅配なんて嫌よ。それに今週末ネイルも予約してたのに。もう何日も家にこもってるなんてたられないわ。リサは自分の生活の心配ばかりで、俺の心配は少しもしてくれなかった。その後3日間、熱が上がったり下がったりを繰り返し苦しんでいたが、リサは水の一杯も持ってきてはくれなかった。リサ、悪いんだけどもう少し声を抑えてくれない？俺の部屋まで結構聞こえてくるんだ。はあ？私にこれだけ迷惑かけといてまだ文句つけるっていうの？いや、そういうわけじゃないけど。でも連休って最高ね。暇だから映画見放題に登録したけど、これ便利ね。ああ、高一元気ならその辺のゴミ片付けておいてね。でも菌が移ると困るからちゃんと手袋とマスクして、アルコールも部屋中にお願いね。いや、まだ元気にはなってなくて。はあ？じゃあなんでここにいるのよ。さっさと部屋に戻ってよ。家事も何もしないくせにほんと迷惑。っていうかホテル療養とかできないの？私の家なのになんでこんなに不自由しないといけないのよ。あんたが出ていけば済むんだから早く出て行ってよね。そうだよね、ごめん。そうできればいいんだけど。働けるわけでもない、家事もできない私の仕事の邪魔もして、ほんと私の足を引っ張ってるだけじゃない。居候以下よ、存在が邪魔よ。邪魔か。確かにリサの足を引っ張ってるだけだもんな。もしもし。はい、本当ですか？わかりました、よろしくお願いします。ホテル療養ができるって役所から連絡が来た。荷物まとめて明日の朝行くよ。やっと生成するわね。なんならそのまま帰ってこなくてもいいわよ。私の足を引っ張るだけの居候以下なんていらないし。リサにとって俺はもういらない存在。このままここにいてもリサのためにならないし、俺もいい加減こんな生活は嫌だったんだ。わかった、もう戻らないよ。荷物はまた後日取りに来るから。え、それ本気？私に言われたからってどうせその場の勢いだけなんでしょ。ちょっと、なんとか言いなさいよ。ほら、今謝れば許してあげるって。うん。居候以下でも置いといてあげるって言ってるのに何よその態度。それなら絶対に戻ってこないでよね。ああ、私みたいないい女を逃すなんて高一もバカね。実は会社の人から告白されてね、一度断ったんだけど、高一がいなくなるなら付き合ってみるのもいいかもね。戻らないよ、これ以上リサと一緒にはいられない。さっき私が言ったこと気にしてるのね。まあ今は体調悪くて何もできないし、しょうがないから目をつぶってあげる。部屋もそのまま取っといてあげるわよ。いや、もう決めたから。じゃあ勝手にすれば。戻ってきたってあんたの居場所なんてないんだからね。翌朝、俺は最小限の荷物だけ持って家を出た。もちろんリサは見送りに来るわけでもなく、あれから顔も合わせてもいない。高一、本当に戻ってこないのかしら。
きっと1週間後には普通に戻ってくるわよ。1週間もあるんだから少し頭冷やして冷静になればわかるはずよ。その前に普通にメールで謝ってきたりしてね。まあそしたら許してあげなくもないかな。今日は高一がホテル療養から戻ってくる日なのに何の連絡もない。それどころか療養中一度も連絡してこなかった。謝ったら許してあげようと思ってたのにどういうつもり。ただいま。何よ、高一いないじゃない。え、荷物が全部なくなってる。どういうこと。ない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 、高一のものが一つもない。まさか本当に出て行ったの。嘘でしょ。あんなの冗談だと思ってたのに。少し時間を置けば元に戻ると思ってたのに。なんで出ないのよ。どこに行ったのよ高一。誰か高一の居場所を知ってそうな人は。そうだ、高一の親友のゆうたろうくんなら。あとはバイト先の人にも聞いてみよう。高一の知り合いに片っ端から連絡すれば何かわかるかもしれないわ。嘘でしょ。どうしてそんな。私何にも知らなかった。高一が私と結婚を考えていた。指輪を買うためにバイトを詰め込んで無理してた。私とののろけ話ばかりしていた。何よそれ。そんなの私知らなかったわよ。私を支えるために頑張っていたなんて。私が高一を支えてると思ってたのに。支えられていたのは私の方だったの。私が仕事だけをしてこれたのは高一が私を支えてくれてたから。私が高一にずっと甘えてたんだ。なのに私は体調崩した高一にひどいことばかり言って家から追い出して仕事のストレスを高一にぶつけてたんだわ。何よそれ。私最低じゃない。高一に謝らなきゃ。謝って戻ってきてもらいたい。お願い高一、出て。やっぱり何度かけても留守電になっちゃう。どうしたらいいの。もう二度と高一とは会えないの。私は謝ることすらできないの。聞いてもらえるかわからないけど留守電に残しておこう。あのリサです。どうしても高一に謝りたくて。高一が私のために頑張ってくれていたこと気づかなくてごめんなさい。私が高一を支えていたつもりだったのに、ずっと高一に支えられていることに気づかなくて。高一の支えがあったから私は仕事を頑張れていたのに。高一にひどいことばっかり言って。本当にごめんなさい。高一に戻ってきてほしい。お願い戻ってきて。高一、もしかして高一。こんばんは、高井です。なんだ違った。それから半年、高一から連絡が来ることもなく、ずっと虚しい日々を送っていた。病弱だった高一の体調も心配だし、今どこで何をしているのかもわからない。きっと無駄だってわかってるけど、留守電にメッセージだけ入れておこうかな。もしもし、リサです。体調はどう？元気にしてる？今日は高一と付き合った記念日。あれからずっと高一のことが忘れられなくて。高一に会いたい。会って謝りたい。また私と一緒にいてほしい。わがままかもしれないけど、まだ高一のこと大好きだから。これでも本当に終わりかな。はい。僕だよ、高一。高一。今まで連絡せずにごめん。留守電聞いたよ。まだ僕のことを思ってくれてて嬉しいよ。もうどこ行ってたのよ。心配したんだから。ごめん、リサに似合う男になりたくていろいろ頑張ってたんだ。実は同棲していた時から不動産鑑定士の勉強をしていた。無事合格して来年からは年収もかなり増えるから、もうリサに無理して働かせなくて済む。高一がいてくれればそれだけでいいの。私高一がいないとダメみたいだから、これからもずっと私のそばにいてね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。